ペレット装備専門店渋川市ペレットマン群馬です。先ほどまで、雨が降っていましたけども、今は雨が上がって少しずつ、明るく天気が回復していく、そんな予報のになっています。今日はこの後草津温泉のお客様の、ストーブ設置の現状下見にですね、行ってきたいというふうに思っています。時間的には約1時間半かかりますけども、草津もいよいよ6月1日から徐々に営業を再開していくというような報道もあります。一日も早い収束、そして正常な生活経済活動を取り戻していきたいと願っています。ペレットストーブ、薪ストーブ、メンテナンス、新鮮設置、ストーブに関するお問い合わせは渋川市ペレットマン群馬までよろしくお願いいたします。